めっちゃ暑いです。さっきまで曇ってたんですけど、めっちゃ太陽出てきてフル満水、もうどうにでもない感じ。はい、ガイドの中休みで今日は、まあ、とりあえず、まあ、出ては来てみたんですけれども、まあ、ただ単純にね釣りをしてってっても面白くないんで、今日こいつ1本メガロドーン2オンスっていうのも2オンスしかもう今持ってません。 1.5 オンスこの間ロストしちゃってこれ1個しかもうないんで、今日これだけで勝負してきます。なんかね釣れる釣れないじゃなくて、こうみんなが釣ってみたいルアーで、こういうのをねどんどん使っていきたいと思います。夢のあるルアーです。じゃあ行ってきます。でもバジングやな。ねえ。ほんまバジャバジャって。これもうブレード沈めたらアウトやな。しんどっ。どう？よし。危ねえ。ティンセル一本やん。ああ、ここはメガロ出たね。外がかり。やりました。すごい対抗この魚。ねえ。ナイスフィッシュ？メガロ来たね。やりました。メガロ来たね。ジャングル、スーパージャングル。
魚ちゃうんすか。あれこんな大事な時に電話が鳴ってる。ちょっと今虫こいこいで枝や枝枝やゴッチ魚に来た。なんか折れた。折れた。あ、こもない。やっちゃった。いや、大変。ちょっとやりすぎた。いや、俺もここまで気づかんかった。何を見てんのかな。面白い。よう見てる。事故。すいません。事故発生。ああ、やっちゃった。やっちゃった。やっちゃったよ。破損。綺麗にすっぱり割れたなこれ。さすがに本の破損は初っすか。ここは初やね。結構大事に乗ってたからね。このぐらいならアザーセルフでなんとかするさ。すごいね。バッキーいったもん。はい。とりあえずアロンアルファと黒いビニールテープで応急処置完了です。味が出たかな。シャローマンって感じ。心で泣いてるけど。まあこれまたパーツ発注センターかんそんな感じで。はいはい。まあそんなこんなで今日はまあ、タックル紹介の動画を撮りに来たついでに、まあ、メガロドーンの動画を撮りたくて、コンディション的にはもう晴天の無風でフル満水の給油し、まあ、一番バッドコンディションというやつね、巻物の釣りにはほんま向いてない状況だったんですけれども、まあ、僕はあのメガロのニオンスと、まあ、今日撮影手伝ってもらったナオ君、いつもジャンクルグアレスを釣りまくってるナオ君、1.5 オンスメガロで、まあ、ずっとやってきたわけで、まあまあ流れを求めて、こういう時はもう素直に流れを求めて、流れとシェード求めて上流来て、ニオンスには出ませんでしたけど、 1.5 オンスナオ君のドーンズドーンメガロね。メガロです。いやーでもいただきました。まあ、パターン的に言うと、もうこういう状況ほんまカバースライドをもう丁寧にずっと落としていく釣りが一番王道なんですけど、まあまあね、夢あるじゃないですか、こういうルアー。やっぱりいっぱい釣るのも面白いけども、こういうね、なんじゃこれっていうルアーで一匹を追い求めるのもバス釣り、まあまあそういう釣りも可能にさせてくれるこの給油紙の懐の広さ、いやもうそれが素晴らしい。ね、もうフィネスじゃなきゃ食わないような状況でも何かしら突破口はどこかにある。この懐の広さ、全ての場所を兼ね備えてくれと。いや本当にもうこの給油紙は楽しい川です。おもろい釣りしましょう、はい、おもろい釣りを、はい、うん、超過も大事やけども、そうそうそう、バス釣りのおもろいところってこれやから、ほんまにこんなで釣れるんかっていう、そう
そうそうそう、なんていうの、絶対っていうのはないから、これじゃないと無理とかそんなんありえへんから、いろんな可能性があるんで、投げてみてください。まあでもこれひとたび雨降って風吹いて減衰して流れが出て荒れてくる来たりすると、もう圧倒的にこのニオンスのパワー出てくるんで、使い分けで持っとくのもありですね。まあ、ただニオンスはそれなりの覚悟を持って投げてください。相当パワー必要です。まあ、ただニオンスを投げた後 1.5 オンス投げると、普通のスピナーベイト感覚でパッパン投げれるようになります。まあ筋トレ感覚でおもろいです。そんなことで、次はまたなんか面白いルアー投げたいね。うん、変わり種を、またなんか面白いルアーで、人気がある変わり種でみんなが投げたらやつ、こんなルアーあるけどほんまに釣れるの的なやつをまたこれやりたいですね。まあまあお疲れ様でした。今日も楽しくハプニングあり、いろいろハプニングもあり、船も壊れて、まあ、まあやんちゃ加減が自分らしいといや自分らしいけど、まあまあまあそれがマイスタイルなんで、まあ